いや、私は今日3着だからさ、下つから怒られちゃうから。そんなことないんですよ、分かってるから。危ない危ない危ない、みんな分かってるから大丈夫。あ、顔の確認ができる、これ。それやってくれ。大丈夫、かわいい。大丈夫、相手もかわいいから。じゃあ11レース、パラドリームレース、はい、3着になりました。太田龍選手です。オリンピックもお疲れ様でした。ありがとうございました。本当にたくさんの応援をいただいて嬉しかったです。まあ、すごくいい表情でオリンピックを走られてるなと思いましたけど、まあ、東京オリンピックは8年間、振り返るとどうでしょうか。本当に大変な思いもたくさんありましたけど、その分人生の本当に素晴らしい経験をたくさんして、人としてもすごく成長しましたし、競技者としても本当に強くなって、オリンピックを迎えて、オリンピックの日が一番自分に自信があったし、迷いなくレースができて、素晴らしいいいオリンピックでした。後悔もなく走り切れたっていう感じですか。そうですね、もう勝負どころはビビらず全力で全部勝負に行けたし、全く悔いのないオリンピックだったと思います。で、今日オールスター、まあ、すごく過密な日程でしたけども、まあ、移動してきて実際体調面などはどうだったでしょうか。関係者団体の皆様に本当に多大なるご配慮をいただいて、飛行機はビジネスクラスで帰ってきて、体の疲労っていうのはそこまで大きくはなかったんですけど、やっぱり8年間やってきたものが終わった、その心の面っていうのが大変だったんですけど、足見せで出た瞬間にお客様から本当にたくさんお帰りとかお疲れ様っていう声をいただいて、その瞬間に、あ、なんか私に帰ってくる場所があったし、頑張ろうってやる気が出ました。実際競輪の日本の競輪の自転車乗ってみて、まあ、違いなどもあったと思いますけども、まあ、指定練習とレース含めて感覚はどうでしょうか。乗りづらかったです。ただ、まあもうこれで今後やっていくので、しっかり体を合わせていきたいなと思います。今日は流れ時期材ということで、まあ、前を行って乗りやすくなりましたけども、その辺りはどうでしたか。まあ、発走機出た瞬間にちょっとこの位置は良くないなと思って、瞬時になるべく前でということで前に出ました。実際レースをやってみたの感触っていうのはどうでしょうか。スピード感に関しては余裕があったかなと思います。レースもすごく落ち着いて見れましたし、いいタイミングでスイッチしたし、自分でまくりに行くのかそうじゃないのか、どこで勝負するのかっていうのは、まあ、判断としては間違ってなかったかなと思います。明日に向けてまだ必要ありますけども、何か改善したりとか、そういった思ったところはありますか。そうですね、ギアの感覚っていうものがやっぱり大きな違いなんですけど、その感覚がちょっと、まあ、つかめたかなと思うので、明日はそこは安心かなと思うのと、やっぱあとはコンディション的にも今日やっぱり寝れば良くなると思うので、明日はしっかり一着を目指して安心して決勝に上がれるように頑張りたいです。わかりました。今回ガールズドリームレースファンの方にたくさん応援していただいてのレースになると思いますので、最後にまた意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします。はい、皆さん今年もたくさんのご投票ありがとうございました。そしてオリンピックも本当にたくさん応援していただいて、届いて私も一生懸命頑張ることができました。皆さんからの、応援をしっかり力にできるようにオールスター優勝を目指して頑張ります。あと2日しっかり頑張りますので応援してください。よろしくお願いします。